そこです。秋葉原に店舗を構えるヨーヨーショップスピンギア秋葉カルチャーゾーン店が閉店すると発表されました。スピンギア公式ホームページによると、2011年10月から営業開始したスピンギア秋葉カルチャーゾーン店は10月3日を営業最終日として閉店するとのことです。テナントスペースの賃貸契約期間満了により営業開始から10年を経ての閉店となります。この発表を受け街の人々は、正直驚きが隠せないですね。はい、びっくりです。スピンギアさんには、去年の暮れの、JYYC ボリューム1の方でスピンギア賞をいただいていて、まあ、それを糧にね、ヨーヨー頑張ってこれたみたいなところがあるので、恩義を感じてるんですが、今回閉められるスピンギア秋葉店の方にもね、一回買い物に行かせてもらって、まあ、僕が一番アクセスしやすいヨーヨーショップがスピンギアの秋葉店だったので、まあ、そういう意味ではね、近いところがちょっとなくなっちゃうということで悲しいですけど、新参者ではありますが、これからもスピンギア応援していきたいと思います。実店舗とは別にスピンギアはインターネットでの通信販売を行っています。今回閉店する秋葉カルチャーゾーン店とは別にスピンギアでは西八王子に実店舗を構えていますが、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で営業を見合わせているそうです。ニュースをお伝えしました。